はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダージオデラックスリューティライドウォッチです。はい、エグゼードライドウォッチと同時にリューティも発売して、パッケージの表側にはジオが装着してる状態が載っておりますが、テレビくんにもリューティアーマーのことは載ってませんでしたし、今後どういう形で登場してくるのかなと思いながらパッケージを見ていたら、とあることに気づきました。なんとこの絵柄部分が CG だ。あー、これはガンバライジングに登場して終わりのパターンだな。ただ龍騎のこの特徴的なバイザー部分にうまく龍騎の文字が入ってますし、まあうまくっていうか完全浮いちゃってるけど、相当面白そうな見た目なんだけど、これ CG だよね。どう見てもこれまでは全部スーツ画像でしたし、ゴーストとかエグゼイドもスーツの写真でしたが、やっぱりそれと見比べると明らかに CG だね。コンセレの龍騎セットも発売するし、本人出演ありかなと思ったけど、これはないのかな。ではレビューしていきます。まあでも普通に考えて、過去の平成ライダー19作品分すべてをアーマー化するって考えると相当お金かかりますもんね。やっぱこういう形でおそらくガンバライジング限定のアーマーも存在するって形ですよね。わ、でもかっこいいわ。前面パーツがシルバーになってて、ベースが真っ赤っか。なんかゲイツのアンダースーツみたいな赤色で、ここシルバーカラーだから、なんとなくゲイツ感ある。ゲイツはね、黒赤だけど、でもちゃんと龍騎の本体カラーモチーフになってるな。はい、中身はこうなってて、龍騎ライドウォッチ本体のみ。ではライドウォッチ本体を詳しく確認しましょう。ぐるっと見回すとこうで、形はいつも通りで、上側下側で赤い成形色のベースパーツで、前面とスイッチがシルバーカラーになってて、シルバー部分も成形色とはいえちゃんとメタリックに輝いておりますし、同じ赤ベースのドライブライドウォッチと比べると気持ち赤が明るいんだ。こうやって差別化してるわけね。で、ここがカチカチとずれることで、龍騎の顔が完成。前後のパーツがすごくいい感じにマッチしてるかな。カチカチのこの感触もいつも通りだし、カバーを外すと中の見た目はこんな感じ。これはこれでライダー顔っぽい。では、サウンドも確認しましょう。1音目。龍騎。2音目。おお、鏡の中でライダーバトル、赤いドラゴンライダーは龍騎だ。そしてやっぱライダー顔部分の絵柄いい感じにまとまってるな。年代発行はこんな感じ。顔にした状態で発行すると、赤い複眼部分だけじゃなくて全体が発光するような形ですね。では外箱の組み合わせ通り、仮面ライダージオーで龍騎アーマー装着。はい、矢印からの赤く発光で、こちらも点滅してアーマー装着。アドベントは龍騎っぽいけど、結構オリジナリティ溢れるサウンドかな。もう一回聞こう。へえ、龍騎からの2002。最後の効果音とかは龍騎っぽいですね。必殺技。ほうほう、ファイナル弁当からファイナルでタイムブレイク。
そういう連動の仕方ね。じゃあ次は単体で連動音声確認。一応デッキセットの変身サウンドは鳴ってますね。必殺技。ファイナル。これは単体でかっこいいかも。さらにゲイツでアーマー装着。ゲイツの方がサウンドの雰囲気合ってるかな。はい、ファイナルタイムバーストで脱着音も本体側からなりますね。そして武器系では、龍騎。モード切り替えて、セット。龍騎は剣の方がイメージありますね。龍騎ギリギリスラッシュでいつも通り連動します。はい、ということで仮面ライダージオデラックス龍騎ライドウォッチを紹介しました。とりあえず今のところテレビくんとかでも本編に登場しそうな情報はありませんでしたし、パッケージのジオ龍騎アーマーがどう見ても CG 絵なので、多分ガンバライジング限定の見た目なんじゃないかなって思いますね。なので必殺技モーションとか戦い方とかその辺をじっくり見たい場合は、この龍騎ライドウォッチを持ってガンバライジングで遊ぶ必要がありますね。それかおもちゃを持ってない人はカードかマッチかな。以上、仮面ライダージオデラックス龍騎ライドウォッチの紹介でした。